平野明1月から2009年12月27日は、大日本帝国海軍軍人及び航空自衛官で、ある。第13代航空幕僚長。鹿児島県出身。鹿野屋中学を経て、海軍兵学校卒業。戦時中は当初は、艦隊勤務で、新珠湾攻撃時は、戦艦、霧島に上艦して作戦に参加。軽十二洋艦、阿武熊では、 アッツ島の戦いで陸戦隊を指揮している。空母、昇格では格角方式官として南太平洋海戦第二次ソロモン海戦に参加したが航空機の優位を痛感し飛行学生を死亡する。艦上爆撃機の訓練を受けるが1944年末に特攻隊が編成されその分隊長となる。特攻兵器 王二22型の開発実験に携わり、1945年8月15日午後1時に正式採用のための最終判定の実験が行われることとなり、爆撃機銀河に搭載された王カに登場する予定であった。テストが成功したとしても、王カには着陸装置がないため、高速で飛行する機体からの脱出は不可能と考え、死を覚悟したが、 正午の玉音放送によりテストが中止となり命を流れたという。戦後は公職追放となっていたが、1952年9月に公職追放が解除され、警察予備隊に航空隊ができると聞き入隊。1953年夏に保安隊操縦学校に第3期生として入校。その後、航空自衛隊の発足により転換。 第三航空団所属のパイロットだった1960年3月、海 86D で発進した直後、管制官のミスにより、滑走路上で民間機と衝突したが、炎に包まれた機体から、自力脱出して助かった。燃え盛る愛機を見て、せっかく整備員が手入れをしてくれた機体を台無しにして、申し訳ないと、瞬間考えたという。空爆副長在任中に、 ミグ25事件は発生するが、空爆長の角田義隆が入院中のため、事件対策の陣頭指揮に当たった。ありがとうございます。